今回の缶詰は引き続き北海道からお届け。余市防備隊のカレーライスの作り方をご紹介します。余市防備隊給養委員長堀切総長です。今年の8月20日定年退職となり、自衛隊最後のカレーライスとなります。そんな堀切総長が今回作るのはアップルカレーです。材料は20人分になります。さすがにご家庭ではなかなか見ない量ですね。それでは余市防備隊アップルカレーを調理していきますよ。1から4の工程は普通のカレーと同じく、切った野菜とお肉などをそれぞれお鍋に入れ煮込んでいきます。カレールーを油、バターで炒め練っていきます。じゃがいも、人参、鶏肉を煮込んだスープで伸ばしたら、カレー粉、ガラムマサラ、ブラックペッパーを入れよくかき混ぜます。カレールーは一度炒めることでスパイスの成分が油に溶け込み、料理全体へうまく行き渡るようになります。カレーの様子を見ながらスープで伸ばしていきます。弱火にし、煮込んだ具材を少しずつ入れてかき混ぜていきます。なんだかカレーらしくなってきましたね。牛乳、コーヒー、焼肉のタレ、バター、ケチャップ、中濃ソースを入れます。そして今回のポイントとなるリンゴをすりおろしてカレーに投入。どんな味になるのでしょうか。続いてはこの大量の牛肉です。牛肉の食感を味わうため、ニンニクと牛肉を炒め、火が通ったらカレーの中に投入し煮込みます。これは美味しそう。さあ、これで余市防備隊アップルカレーの完成です。本日はエビフライ付きですよ。余市防備隊司令も大盛りです。皆さん美味しそうに食べていますね。そのお味はいかがだったのでしょうか。今日のカレーはどうだったですか。とても美味しかったです、その辺のお店で食べるカレーよりもこっちで食べた方が美味しいなと思ってます。皆さん大満足のようでした。今回の缶詰はいかがでしたか。余市防備隊アップルカレー、美味しそうでしたね。アップルカレーなのにお肉の量にびっくりしました。私も食べたいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。